いやでも後ろも可愛い。高原しぐれです。はい、ということでですね、ご紹介しますグッズ、今日はカードキャプターさくらのグッズを紹介したいと思います。で、こちらがですね、いつだっけ、9月かな、だったかなに、新宿の丸いアネックスさんでさくらショップをやっておりまして、そこに時に行ってきて、今日ご紹介するのは、その時に買ったグッズもまだいっぱいあるんですけれども、また今後ご紹介したいと思います。で、今日ご紹介するのはさくらショップで、何円以上のお買い物をすると1枚特典でついてきますよっていうポストカードを2つご紹介したいと思います。それがこちら、ドーン、ランダムでいただけるものなんですけれども、もう可愛い、はい、可愛い、いいな、可愛い。このね、まずこっちが今回のそのカードキャプターさくらの、あった、リミテッドショップ in 新宿丸いアネックスの時のポスターです。ポストはポスターがそのままこちらポストカードになっております。これめちゃくちゃ可愛くて、これすっごく大きい、なんかもうほんとこの背景のこのカーテンぐらいの大きさでバーンってポスター貼ってあって、すっごい可愛くって、どうにかそれと一緒に写真撮りたいなみたいな思ってて、頑張ってみたけどなんかうまく撮れなくて残念な気持ちで帰った思い出がございますなんだけど、この状態、それそのこのポスターがですねもらえたので、やったーと思って、もうなんかすごいグッズ買うのに悩みすぎてて、すごいどうしようこうしよう、うでもないこうでもないっていうのをね言ってたら、お店の人とがね、お店の人がなんかちょいちょい目が合うんですよね。なんか目合うたびににこやかに微笑んでくれてたから、なんかいろいろお察しだったのかなっていう状態です。ちなみにその時はユニット活動を始めたんですけれども、そのユニットの相方、ユニットの相方の子もさくらちゃんって言うんですけどその子と一緒に行ってですね、一緒に写真撮ったりとかしました。で、これ裏面がもうポストカードなんで、一応いろいろ書けるようにはなってるんですが、ここのおそらく切手を貼るであろうところと、あとはこっちですね、もうこの桜の柄の配置ですよ。これがまた可愛い、これがまた可愛いって言って、これパッて見せたらさくらちゃんと目があって、もうこっちも可愛い、はい、可愛いはい、とあともう一個これですね、ケロちゃんとともよちゃんが一緒に写ってます。さくらちゃん、これはよく昔ポスターとかになってたね、懐かしい。このね、ともえだ賞の夏服も欲しくて、今度、夏用に買いたいなと思って、おそらく買ったら夏コミ行くんだろうな私はっていう感じです。これもねすごい可愛くて、桜の花びらが舞っているんです。で、私さくらちゃんのコスプレするときに一番命かけてるのがアホ毛なんですけど、長くないこれすごくなびいてると思って、いや可愛いわ。これも後ろ同じようにこんな感じでなってますね。ということでご紹介しました、リミテッドショップ in 丸いアネックスカードキャプターさくら。ということでさくらちゃん、もうすぐ映画も始まりますので、すごく楽しみにしたいと思います。ということでご紹介しました、ポスターカードでした。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。タカラでした。